からダッシュでいきたいと思います。28年ですね。焼き山のやつよね。はいはいはい、はい。焼き山パス、焼き山バイパスのことですね。Is an old mountain road。古い山道です。ね。で、connecting Sasaguri Town and Iizuka City。About 21 km long and about 300 meter high ですね。まあもうそこ書いてあるとおりですね。コネクトは、結ぶ、つなぐということなんで。で、これは現在分詞です。コネクティングマーカーで塗ってください。現在分詞の交通用法。例えば、公園を走ってる犬。A dog running in the park と同じですね。Mountain road, connecting 何々ですね。笹栗町と飯塚市を結ぶですね。およそ 21km で、高さが 300m、ね、の山道です。Because of the new 焼き山 bypass, the number of people going to Iizuka through this old pass has decreased. Decrease マーカー塗りましょう。減るですね。これ現在完了なんですよ。昔から今も減ってきているということですね。by almost half ですね。で、by は何々まで。だからほとんど半分ぐらいまでに減ってきていると。ね。あ、ごめんね。バイパスとパスは違いますね。焼き山バイパス最初言ったけど、焼き山バイパスじゃなくて、普通の焼き山の山道です。わかりますかね。なんかまっすぐな道のバイパスともう一つくねくね曲がった道があって、そっちの話をしてますね。はい。で、because of がよく出るんです。これ、because of をマーカー塗りましょう。何々のためにっていう意味です。何々のために、because of、何々のために。だから、新しい焼き山バイパス、ね。のためにっていうことなんですね。だから今までの焼き山の山道は半分ぐらい、約半分ぐらいに数が減りましたって言ってます。ですか？スルーがさっきちょっと言ったんです。スルー7を通ってってことですよね。だからこの古い、山道を通って飯塚へ行く人たちの数が半分に減ったということを言ってます。ですね。But I am not the type of person who goes hurriedly. Hurriedly は早くという副詞です。Hurriedly。Hurry というのが急ぐというですね、動詞があります。で、Hurried になると形容詞。早い。ね。で、ly がついたら副詞、早くになります。To my workplace.私の職場、働いてる場所、ワークプレイス、私の職場まで急いで行く人のタイプではない。つまり、慌ててこう、とにかく1分でも早くというタイプではない。自分はね。I love the rich nature and meaningful culture of 焼き山 so much that I can't give up this path.easily, even if it takes longer. ですね。高校生らしい文章や。even if マーカー塗ってください。even if. たとえ何なんだとしてもということですね。で、take longer ですね。多分時間について言ってると思います。の道的に長いかもしれません。たとえ、時間がかかるとしてもでいいと思います。距離が長くなってもでもいいです。どっちでも取れるでしょう。たとえ時間がかかったとしても、またはたとえ遠回りになったとしてもですね。easily 簡単に、これも副詞です。簡単に、
この山道を、まあ、ギブアップはもともと諦めるとかよく言いますけど、やめるというのもあるんですね。だからこの山道を通るのをやめることはできないですね。で、ソーザットの構文です。ソーザット、キャンノットですね。とても難難なので、難難できない。はい、ソーザット、キャンノットをマーカーで塗ってください。なんか知らないけど、キンキはね、ソーザット、キャンノット好きなんですよね。とっても好きです。はい。で、マッチなんで多いと言ってます。とても多いので、じゃあ何が多いかというと、豊かな自然、rich nature。rich は豊かな、お金持ちのじゃない、こう豊かなですね。豊かな自然。いや、意味深い、meaningful。meaning って意味なんですね。full がたくさんある。だから意味のある文化ですね。焼き山の文化。まあ結構ね、仏教関係、四国88箇所を真似したりしてますもんね。だからまあそういったことを言ってるんじゃないかなと思います。meaningful culture が大好きなので、I love。豊かな自然や、大好きで、それがたくさんあるのでってことです。So much that。そういったものが多いので、私は簡単に、そのやめるわけにはいかないと。やめることはできないとですね。First of all、まず第一に、まあ、たくさんの中で一番最初にってことですね。I'm going to introduce the beauty of nature that Yakiyama is proud of. That ですね。That Yakiyama is proud of. Be proud of マーカーで塗ってください。Be proud of.焼き山が誇ると訳をしましょう。焼き山が誇る、The Beauty of Nature 自然の美しさを紹介するつもりです。I'm going to ですね。Introduce は紹介するですね。It is just 何なん A gift from God ですね。神からの贈り物のような、それはですね、山の美しさね、自然の美しさ、それは神からの贈り物のようですというわけです。で、何なのようなということなんで、like になりますね。like を入れましょう。あに like になります。ですか。で、after the long cold winter、長い寒い冬の後、spring comes with a lot of presents for us ですね。春が私たちのためにたくさんのプレゼントを持って、with を持ってって訳をしましょう。なんなんと一緒に、なんなんとというときと、なんなんを持ってっていうのがありますね。まあ、難しい言い方すると、付帯状況という形で、なんなんがある状態で、なんなんを持った状態でっていうふうに、説明、文法的には説明しますどうしてもいいです。なんなんを持ってってイメージでいいです。ですね。で、春がやってくるということですね。たくさんのプレゼントを持ってやってくる。Many kinds of colorful flowers come out on the slopes of the mountains. ですね。たくさんの種類のカラフルな色とりどりの花たちがですね、山のスロープ、スロープだから何ですか、斜面、山の斜面に、咲き誇る。出てくるってことですね。花が咲くってことです。Cherry blossoms are the most beautiful of all. 桜が全ての中で一番美しい。The most beautiful マーカーで見ましょう。Beautiful は、最上級は The most を使いますね。The most を使います。
Hosea beyond words。 はい、beyond、 これも高校生単語ですね。beyond。 何々を超えるという意味です。それらは言葉を超える、もう要するに言葉で表せないって言ってます。よく使う表現、筆舌に尽くし難いって日本語で言うの分かる？なんかもうとにかく、文章に書いたり言葉で説明したりもうできないと、圧倒的に美しいとか、その時に筆舌に尽くし難いって言いますが、それに近いような表現で、英語では Beyond Description っていう表現がありますね。それと同じような表現、言葉以上だってことは言葉に表すことができないと言ってます。ちょっとここの問題を先としましょうか。2番ね。まず防線1。私は職場に急いでいくタイプの人間ではない。もうこれさっき言った通りですけど、大丈夫ですか？ですね。ワークプレイス、職場ですね。が、ハリドリーでしたね。ハリドリー、急いで。で、行くタイプの人間ではない。そのままです。2番、問いには、ライク。もう、ライクを選んだ段階でもう2番ということがわかりますが、選び嫌いにあったときは、この選択肢をヒントにすればいいでしょう。ああ、そうか、ライクが入ったらちょうどいいねとか、後で気づいて別に構いませんので、自分が思いつかなかったら、問題の方をヒントにしていいと思います。ですね。はい、で、さっき言いました、Beyond は超えるですから、言葉を超える。だから言葉で表せないということで、あが正解で、あの訳をマーカーで塗ってください。桜の花は言葉で表せないほど美しい。They are beyond words ですね。美しいをその前に言ってますんで、この中にはもちろん美しい、beautiful という単語はないんですけど、言葉を超えてるっていうのは何がかというと、美しさが言葉を超えてるということなんで、あの役にしてくださいということですね。ですか？ はい、じゃあその次いきますよ。本文に戻りましょう。The wonder of their beauty will stay in your mind forever ですね。はい。それらの美しさの、不思議さ。ワンダー、名詞なんで、不思議さなんですが、なんて言ったらいいかね。神秘的な美しさっていう意味じゃないですか。ですね。不思議な美しさ。不思議さ。神秘的でしょう。ね。ほんと、焼き山の桜めっちゃ綺麗なんでね。はい。will stay in your mind forever ですね。あなたの心にずっと残るでしょう。ぜひ見てくださいと。Summer is enjoyable too. 夏も too. 夏も、楽しみです。楽しめます。アブルが追悼券できるということなんで、楽しむことができますって訳をした方がいいと思います。Enjoy に、エイブルがついてますよね。Enjoyable。だんだんできるという。エイブルは可能なという形容詞なんですね。それがエンジョイについたら、楽しむことができるという形容詞。You will be surprised. もちろん be surprised at よね。はい、括弧の中に at を書き込んで、be surprised at をマーカーに塗ってください。be surprised at。You will be surprised at the beauty of the shrine, ごめんなさい、shining star ですね。はい。輝く星の美しさに驚くでしょう。ですね。これ受動態にならないんですね。be surprised と驚かされるじゃなくて驚くです、ここは。例えば be interested に何々に興味を持たされるじゃなくて興味深いというふうに、一見、be 動詞プラス過去分詞の形になってるんですけど、受動態に訳しないっていうのも結構あります。そのうちの一つ、be surprised と驚くでいいです。
オータムマーカー塗ってください。この文章を書いた人、イギリス人じゃないかなと思いますけど、オータム、秋ですね。正式な秋の言い方、オータム。で、米語、アメリカ英語はフォールになりますね。葉っぱが落ちるんでフォール。だから秋という表現は2つありますよってことです。でも、時々スーパー、デパートとかでオータムフェアとか書いちゃうときあるんですよね。それも秋の祭りということになりますので、オータム。スペルが結構大事です。MN になってますんで、しっかり練習しておいてください。Autumn is on the other side of spring. 秋は、春ともう一つ、別の楽しみがあると。まあ、春がめちゃくちゃ桜で美しいと。じゃあ、秋も今度は違った意味で美しいですよという意味の other side ですね。はい、もう一つ別の意味で美しいと。で、All the trees and leaves turn red and you will feel a little sad here in Yakiyama ですね。はい、だから紅葉のこと言ってますね。すべての木々や葉っぱ、リーブはリーフの複数形です。葉っぱのことです。はい、上にリーフって書いておいてください。これが複数形になってリーブズになります。ね。例えば、このバージョンで、例えば、オオカミ、ウルフ、ウルブス、ワイフ。一人で奥さんたくさん持つことはないんですけど、奥さんたちが集まったというワイフズですね。リーフ、リーブス、ウルフ、ウルブスですね。ワイフ、ワイブズということで、F で終わったら、複数になったら V に変わるというのは結構よく出てきます。ですね。はい。Well, this is well blessed. はい、祝福されたというか、God bless you 言いますよね。神のご加護がありますようにと、ブレスってもともと祝福するという意味なんですけど、はい。で、なんですかね、過去分詞で祝福されたって書いてあるんですね。はい、ブレスって。いいですか？本当、神がかり的なんで、by God ですね。これ別に受動態ではないです。過去分詞の構置用法です。過去分詞の構置用法。いや、前に be 動詞があるじゃないですかって思うかもしれませんが、これは道ですっていうための be 動詞です。もし受動態になるなら、ブレストのすぐ前に is が言います。だから、このブレストは過去分詞の構置用法で、この道は、これはそういう道ですよ。どんな道かというと、神に祝福された道なんですよ。ですね。In all the seasons ですね。すべての、まあシーズンって4つありますから S がついてます。複数の S ですね。すべての季節で神に祝福された道なんですよ。There are lots of blessings from fruits to vegetables ですね。from A to B、from と to をマーカーで塗ってください。さっきから神様が中心になってるんで、まあまあ、果物から野菜までですね、たくさんのそういう、こう、なんていうかね、神からの贈り物みたいな意味で使ってると思います。Blessings
ブレスは祝福するでしょ。で、ing がついて、s がついたということは、同名詞になってます。ですね。はい。だからまあ、そういう、なんつったらいいかね。そういう、やっぱり、こう、神からの贈り物的な意味でのブレッシングだと思います。ですね。そういう、果物や野菜がたくさん取れますってことですね。But the thing we can't forget is 焼山 rice ですね。でも私たちが忘れることができないものは焼山 rice です。ですね。It is quite famous。まあ、焼山で取れるお米のことだと思うんですが、クワイトフェム、とっても、クワイトマーカーに言ってるんですよ、クワイト。クワイトは、ベリーと同じで、かなりとかとてもって訳をします。かなり。クワイエットと勘違いしないようにしてください。T と E が入れ替わったら、クワイエット。上にちょっとあえて書きましょうか、クワイエット。ですね。静かなってことですね。クワイトはかなりとかいう意味です。とても。ベリーと同じ。クワイエットは静かな。T と E が入れ替わると単語の意味が変わります。It is quite famous because it is very delicious. ですね。はい。後ろにある because はのでと訳をしましょうということをいつも言ってます。なぜならばは一番前にあるときはなぜならって言っていいでしょうと。日本語らしくするためにはとても美味しいので、かなり有名ですと。By the way、ところで、By the way、マーカーで言ってください。話を変えるときの言い方、ところで。はい、According to、マーカーの色を変えましょう。これも高校英語です。According to。何々によればということね。何々によると、例えば新聞によるととか、テレビによるととか、そういった時によく使います。新聞に何か書いて、記事が書いてあったら、新聞によるととか。ね。はい、ヒストリアン。歴史家によるとですね、歴史家によると、The name of 焼山 is closely related to rice ですね。はい。relate to は何々に関係しているでいいですよね。うん、そうそう。何々に関係している。これも高校英語ですね。焼山という名前は、closely はね、密接にぐらいでいいんじゃないですか。閉めるという動詞は close でしょ。まあ、本を閉じるとか、店を閉めるとかいうときは、動詞がクローズって濁るんですよね。で、クロースって濁らないときは、もうすぐ近くにっていう意味なんですね。だからまあ、クロースリーだから、何々に由来してるぐらいでいいと思います。何々から来ていると。いいですね。あんまり、で、これ副詞なんですけど、副詞は、こだわらなくても意味は通じるんで、もう多分高校の先生が作るしゃ問題やき、高校の単語とかに入ってくるぞと思っていいと思うんですよ。だから 100% 理解しようと思わなくても大丈夫なんで、とりあえず文脈をこう、前後の関係からある程度想像しながら読んでいいんじゃないですかね。あんまり完璧を目指すと、ね、分からん単語あったりするとちょっとショック受けたりするんで、あんま気にしないでどんどん読み飛ばしていただいて、今はそんな感じですよ。文章を読むときにほぼほぼ意味が伝わるように読みなさいっていう時代なんで、精読細かいところまで注意して読みなさいっていうことじゃないです。今の時代は、はい、ほぼ伝わればいいという感じですね。
で、結局焼き山の名前はお米に関係しているというクロス類をのけても別に意味は通じます。If you put the Japanese word 8、まあこれ8よね。On the Japanese words 木、you will get the Japanese words 米、mean rice。要するに、8という漢字と木というのを合わせると米という字になるでしょうと言ってるわけです。いいですね。これはこの人もそう書かざるを得なかったんじゃないですか。漢字は漢字ですからね。それも使わなしょうがなかったんでしょう。You will get the Japanese word 米 meaning rice ですね。8と木という漢字から、米という単語にを得ることができます。ね、得るでしょう。その米の意味は、ライス。英語ではライスなんですよ。When we hear the word Yakiyama Pass, the first thing that comes up to our mind is お地蔵様ですね。私たちが峠でいいでしょうね。もうこれ、峠にしましょうか。さっきのバイパスと区別せない感じね。地元の僕たちからすると、焼山峠と焼山バイパスって言ってるんで、まあ、焼山の山道ってことなんですけど、パスってね、割と小さな道の時に使う言葉でもあります。まあ、焼山峠にしましょう。ですね。焼山峠という言葉を聞くと、when ね、when 聞くときだ、聞くと、the first thing that comes up、I comes up to、 マーカーで塗ってください。comes up to our mind、 心に浮かぶね、心に浮かんでくるのはということです。最初のことはお地蔵様です。お地蔵様です。お地蔵様 is said to be a guardian angel for children ですね。子供たちのためのガーディアン、お守り。そう、守り神だね。エンジェルか。守り神。で、ガードするって言うじゃないですか。守る。ね。で、ガーディアン。守るためのエンジェル。神様。守り神。子供たちのための守り神。と言われています。There are 88アムレットギビングテンポス。ギブは与えるということを配るって訳をしてるわけね。お守りを配るお寺ですね。インディセイリア。だから四国88箇所を真似してミニチュア版ができてますからね。だから88あるんでしょうけど。この地域では、88箇所のお守りを与えるお寺があります。南蔵院 is famous。 南蔵院は有名です。 At the head temples among them。 それらの88あるお寺の中の一番こうヘッドなんですね。だからまあ本山というか、一番中心のお寺、アズとして有名です。アズマーカーで塗ってください。南南として。 But my favorite one、 このワンはもちろんテンプルのことでしょう。テンプルからワンに矢印を引っ張ってください。私が大好きなお寺は It's the 13th temple、 13番目のテンプル、お寺です。ですね。My parents used to。 これ used じゃないです。used to です。used to。 マーカーで塗ってください。used to。昔の習慣を表します。古い習慣を表します。だからよくなんなんしたものだと訳をします。
私の両親はよくそこへ行ったものです。ね。To pray. Pray はお祈りをする。For the happiness of our family. 家族の幸せのため、幸せを祈るために、そこへよく行ったものです。13番目ね。何でしょうね。I am walking in their、footsteps ですね。これ問題になったのかな？3番。はいはいはい。そうだね。まあだからこの現在進行形で歩いていますということはないでしょう。フットステップですから、だから足跡、両親の足跡を訪ねて歩くということじゃないですかね。両親が行ってたわけでしょ。だから自分もその両親が行った後を追いかけるみたいな形です。だから両親と同様にということですね。一緒に行くということではないですね。両親と同じようなことをするよと言ってるわけですね。はい。ですか。あ、ドロップイン、ドロップイン、ちょっと立ち寄るという意味です。ドロップインもマーカーに塗りましょう。ちょっと立ち寄る。ドロップはもともと落ちるなんでね。で、こう行ってる道からちょっとそれたそこに寄るというイメージですね。I drop in at this temple. 私はこの道にちょっと立ち寄ります。And pray for the happiness. そして幸せを祈ります。On my students. 生徒たち。And my family. Almost every day. ほとんど毎日と言ってます。Almost ほとんどですね。Almost ほとんど。Almost every day. まあだから、その職場が飯塚なんでしょうから、福岡から通ってきてるかもしれないですけど、どこから通ってるかわからないですけど、その13番目のお寺の前を通るんでしょうね。だからちょっと前に、ほとんど毎日、家族や生徒たちの幸せを祈るために立ち寄ります。In this sense, this path. まあ、こういった、この道はこういった意味でぐらいかな。It's a religious road to me ですね。こういった点で、こういった意味で、この道は、宗教の道だ。私にとっては宗教の道ですよということですね。Religious 宗教の The next thing、もう一つ別のこと。I would like to. はい、would like to マーカー塗ってください。want to ですよね。なんなんしたい。talk about the monument set up along this road. この道に沿って、作られている、なんかね、モニュメント、記念碑ですね。記念碑について話をしたい。ウッドライフと何々したい、ね、今までまあいろいろ言いたいことを言いました。自然が豊かですよとか、そういったお寺がたくさんあって13番目のお寺よく寄るんですよとかね。で次に、そういうふうな道に沿って建てられている記念碑について話をしたい。 It was built for 越見貝原ですね。貝原越見のために建てられました。One of the greatest scholars in Japan ですね。まあ、スカラーはもともと教授なんですけど、ここでは学者と言ってるでしょう。日本の学者です。偉大な学者です。で、カンマ風なんですね。カンマ風マーカーで塗ってください。これ中学校で出てきません。関係代名詞の連続用法といって、コンマがついちゃうでしょ。ね。カンマ風の扱い方。連続用法と言いますが、
アンドヒーで上に赤ペンで書いてください。アンドヒー。連続用語って何ですかっていうと、こういうふうに訳をしていってくださいってことなんです。関係代名詞、皆さんが今まで習った関係代名詞は、後ろを先に訳して前に書けたでしょ。なんなんな学者ですみたいな感じです。ね。この連続用語というのは、もうそのままずっとこう、こっちからこっちに戻らずに、こう訳をしていきましょうというのが連続用語。だから、カンマで切ってやったら、そっちの方で訳をするという。そして彼はって訳をする。ですね。結構高校で使うような言葉、結構ちょこちょこ出てきてますよね。そして彼は、study there、そこで学んだ。when he was a small boy、彼が小さい時ですね。幼かった時、そこで学んだ。he lived from 1630。年号は、ここら辺は、半分半分に分けて読むということ。1600とか読まない。1630 to 1714ですね。1630年から1714年まで、in the Edo period ですね。生きていました。これ住みましたじゃなくて、これ生きていましたってことでしょう。84歳ですよ。すごくない？江戸時代に。俺いつもこの年齢何歳で亡くなったかをいつも見るったよね。これすごいよね。今で言ったらやっぱり100歳軽く超えてるでしょうね。110とか120に近いんじゃないですか、今で言ったら。江戸時代です。で、ピエリアでは前も出てきたと思いますが、期間という意味なんです、もともと。と、イーラっていうのもあったよね。南南時代という。江戸ピエリアドも江戸時代でいいです。Enjoying a long life. ね。長い人生を楽しんだ。He wrote, 陽星君。そうそう。そうそう。この人、医学系の人なんで。陽星君。というのを書いたんですね。本の名前です。How to live a healthy life 健康的な、人生の生き方ですね。まあ、妖精君を英語に直してくれたんじゃない？これ。すなわちぐらいじゃないですか、オアは。オアはそれともじゃなくて、妖精君、すなわち、健康的な人生のです。まあ、生活の仕方とかね、生き方っていうのを、書きました。In this book, この本の中で、he talks about what to eat. What to eat マーカーに言ってください。これは中学校でも習いましたね。何を食べたらよいかって上に書いてください。何を食べたらよいか。And how to keep healthy.、で、How to は何なの仕方なんで、健康の維持の仕方ですね。どのように健康を維持したらよいかと訳してもいいです。Let me introduce some of his words ですね。はい。Let me なんですけど、実は、Let's ってレッドアスなんですよ。レッドイズと勘違いしてる人がいるので、あえてちょっと話をさせてもらいます。レッツなんなんしましょう。ね。で、レッツはレッドアスなん。だから、あえてレッドアスという時もあります。なんなんしましょうという時に、レッドアスゴーとか言いますね。で、ここは同じ作り方になってまして、Let me introduce. Let me の後ろに動詞の原型来てるんで、何々しましょうと訳をしましょう。Let me introduce some of these words, his words. 彼の言葉を紹介しましょう。ね、Eating too much is bad for health. ですね、食べ過ぎは、
too much、たくさん、もう too はこう何なんしすぎるな、ね、たくさん食べすぎるですね、食べすぎるですね。あ、お疲れ様、思った。食べ過ぎは健康に悪いですよ。ね。Your mind should be kept free. 心を解放すべきです。And your body should be given work. ですね。あ、これないよね。あなたの体は与えられた仕事というよりは、健康的な動きのことを言ってるんじゃないですかね、をすべきですと。ということですね。はい。だから、心を解き放って、体をある程度こう動かしなさいということを言ってると思うんですね。あ、早いことね。あ、はい。遅れて言った方がいいよ。はい。You should not eat only food. あ、オイリー、ごめんね、オイリーフード、オイリーフード、油っこい食べ物を食べるべきではない。サーティー、まあ、ティンディーか、クックトフードイズベター、ティンディー、クックトフードイズベター。薄味かな、シンって薄いんですよね、薄く料理された食べ物がいいですね。多分薄味のことでしょう。Etken's words are still useful for us. ね。Etken の言葉は still まだ私たちにとって、役に立ちます。Useful 役に立ちます。Well, in this sense, this passage is a cultural road to me. ですね。はい。この点で、in this sense、この点で、この山道は文化的な道だ、私にとって文化的な道ですよというわけです。こうしてみると確かに焼き山ってね、歴史もあるし、そういったことなんですね。 Lastly、 最後に I have a question for you、皆さんに質問があります。 Which do you chooseThe 10 minute saving bypass road or the 10 minute longer old road? ね。はい。10分間節約できるバイパス道路とですね、10分間長く時間かかる古い道をあなたはどちらを選びますか? The answer is clear. ね。答えは明らかです。You will surely go to your workplace with your mind refreshed in nature. 自然で、心をリフレッシュして職場に行く。ね。そうか。もっとあったら、nature, religion, and culture ですね。自然や、宗教や文化によってリフレッシュされた心を持って職場へ行くべきですということじゃないですか。 Will surely というのは、 surely は確信するというのがあるので、もうきっとそっちの方がいいですよというふうに進めているというね。はい、最後は長文の意味が合っているかどうかということでした。300キロのとこマーカーで言ってください。問4、300メーターですよね、高さがね。キロは21キロですかね、21キロでした。そこ間違えてます。焼き山という名前は米に由来しているという説がある。はい、これは正しかった。筆者は通勤途中に南蔵院に立ち寄り、南蔵院じゃなかったですよね。13番目のお寺、南蔵院マーカー塗って罰してください。13番目のお寺。ね。越見は本の中でできるだけたくさん食べて栄養を取るようにと、違かった、食べ過ぎに注意してくださいっていうことなんで、罰、できるだけたくさん食べてが罰。筆者は焼き山峠を通ることで、爽やかな気持ちになると述べています。はい、これは丸、いい答でしたと、ね、ということでした。
ちょっと文章が長いよねということで、本当に丁寧に読んでたらとても間に合わないんですよ。で、これやっぱりこれぐらいの長文出すということはセンター試験の長文を意識してるなってつくづく思うんですけどね。今年は何日やったか、19、20かね、19、20がセンター試験です。大学受験、皆さんよりちょっとだけ早いですね。ちょっとだけ早いです。はい、でここら辺の人たちは近畿大学で受けます。近大でセンター試験ありますので、はい、でも近大建て替わるでしょうね。大学早くできてて古くなったんでですね、もうちょっと近々建て替わると思います。はい、じゃあお疲れです。じゃあ今後ろは6番だった。どうぞ。電車の中の傘を忘れてしまったので、はいはいはい、じゃあ裏側の7番いきましょう。電車の中に傘を忘れてしまったはですね、はい、忘れてしまったでそこ真っ赤で塗ってください。これですね、何ちゅう単語を使うかって、忘れるってフォーゲットっていうのがあるんですけど、そういう意味じゃないんですよ。これじゃないです。今回これ置き去りにしたってことでしょ、置いてきたってことでしょ。それはですね、leave を使います。 leave で過去形なので、レフト、よし。だからこういう単語が思いつかんけん難しいよね。はい、電車の中に傘を忘れてしまったわ。はい、レフト。ちょっとレベルが高い話ですると、現在完了を使ってもいいです。もう何がしてしまったというのを強調したいときは、ハブがあったらいいかもしれないけど、まあ、この単語を思いついただけで大丈夫。アンブレラ久しぶりに書いたんで、単語大丈夫。はいはい。I left my umbrella. 私は傘を置き忘れてしまった。置き去りにしてしまった。In the train でいいんじゃないですか。そうやね。まあ、トレインは列車なんですけど、電車と訳をしても大丈夫なんで。はい、明日デートなんだ。そうなの？それじゃあおしゃれしていかなきゃね。なかなか理解力あるお母さんやね。お母さんに相談する男の子せんでしょ、普通。ね。ちょっと異常な夫婦やないか、親子や。そうだね、素直。この服なんかどうかな？お気に入りなんだけど、ね。とてもよく似合ってるは、はい、何がかというと、その服だから、イットです。似合うはスーツを使います。で、サンタメメスです。あなたによく似合ってるウェアですね。スーツって、スートという動詞があります。似合うというね、動詞があります。あの服のスーツも同じスペルです。これはサンタゲネスで動詞の方ですね。それはあなたによく似合ってますよと訳をします。いいかも、6話だ。何年 ?29 年。じゃあ29年の6番をいきましょう。
でも正直言ってこれできんでもがっかりする必要ないんでですね、大丈夫ですよ。こんな練習は中学校ではなかなかできないんで大丈夫です。すいません、何でしょうか。漱石の本を探しているのですが、はい、探しているっていうところをマーカーで打ってください。これはできないといけないと、よく使うんです。 Look for が探すなんですけど、探しているだから現在進行形ですね。 I'm looking for。で、漱石図。漱石の本ね。あ、これ、複数です、一応ね。そうやね。別に一冊とは限らないでしょうからね。漱石図ブックス。これはいいと思います。カズと呼んでくれ、ですね。Call me カズ。まあ、プリーズがあったらいいかなという。Please call me ここは大文字にした方がいいと思う。名前ね、名前大文字でいいと思います。ですか。結構これよく使えますですね。例えばエリザベスさんっていう人がいるんですけど、よく聞く話やけど、Please call me Beth。 ベスと呼んでください。長いからエリザベスってめんどくさい。ベスと呼んでくれる。これよくありますね。よく向こうの人はそういうふうに自分から言ってきますよってことです。結構時間かかったですね。今日12時20分までなんで、午前中はもう英語だけでもうこれさえもいかんかもしれないです。一応講座は今日までなんですけど、あと近畿に関してはですね、たくさんいろいろ資料を作ってるんで、例えば並べ替えの資料とかたくさん作ってるんで、まあ、そういったのをどんどん出していきますから、まあ冬の講座が一つのきっかけで、ざっくり一回いろいろ単元別にこう練習しといて、それから細かく仕上げていきましょうですね。必ず高校に入って役に立つことがありますのでね。じゃあここで一旦休憩を取って2枚目に行きたいと思います。はい、じゃあ、前半戦終わります。はい、はい、でした。